スペースオペラの金字塔ダーティピアが生誕40周年を記念してついにブルーレイボックス化。2019年12月18日にダーティピアコンプリートブルーレイボックスとして発売される。TV シリーズ劇場映画ダーティピアフラッシュを含む OVA シリーズと映像作品を全て集約した収録内容はもちろん、初回限定版では美麗版兼イラスト終身期収録の関係者インタビューを収めた 100p に及ぶブックレット WWWA 公式プレミアムファイルも見どころの一つ。今回はその中から原作者高千穂さんへのインタビューを一部先行公開する。こちらも合わせてどうぞ。RR サンライズフェスティバル2019特集。30数年ぶりのダーティピアイベントに島津紗英子も緊張。作品愛あふれるトークに盛り上がったダーティピアトークステージレポート。 RR 1218発売。ダーティピアコンプリートブルーレイボックス初回限定版収録。トングキョーコティム。高千穂。TV シリーズは基本的にノータッチ。チェックしてくれって届いたものに関しては意見を言ったけど、現場には関わらなかった。TV シリーズの制作スケジュールの大変さは嫌というほど知っているから、私が口を出したら立ち行かぬことが目に見えていたし。採用されたけれど、TV シリーズは襟が開いてるんだよね。元のデザインは襟が閉じている。監督がどうしてもっていうので折れたんだけど、劇場版では襟閉じのバージョンにしてもらった。それくらいは口を出しているけれど、制作自体には参加していない。フラッシュが作られる経緯について皆さんわからないとおっしゃってるのですが、高千穂、ダーティピアっていうのは個別なタイトルじゃなくてコンセプトじゃないかという気づきを確認するためフラッシュを始めたような部分もある。サンライズからまたダーティピアのアニメを作りたいという話が来たので、ちょうどいいからアニメでもこのダーティピアコンセプトをやってもらおうと。中略、ただ今までと違って現場にがっつりと参加した。ユリと K の声優を決める時もほとんど私が決めた。最初は K も女の子っぽい感じで探していたんだけど、松本梨香ちゃんの声を聞いてこのままがいいなと思い、シナリオを全部直して K は少年っぽい言葉遣いに変えちゃった。ユリがなかなか決まらなくて、いろいろなアニメを見まくった。山のような量を片っ端から見ていって、探した。事務所の用意したボイスサンプルだと、これってイメージなのがなかったんだよ。だから実際に出演しているアニメで探した。そして国二まり子さんの声に出会って、この人でお願いしますと千葉さんに。この二人がバッチリだった。原作者だからこそ語れる当時の裏話の続きは、ぜひコンプリートブルーレイボックス初回限定版でチェックしよう。さらに、WWWA 公式プレミアムファイルには、各シリーズ関係者のインタビューも多数収録。こちらもぜひお楽しみに。当時の映像から一部変更があります。あらかじめご了承ください。コピー高千穂スタジオにへサンライズ。改めて TV シリーズへの関わり方について教えてください。
高千穂。TV シリーズは基本的にノータッチ。チェックしてくれって届いたものに関しては意見を言ったけど、現場には関わらなかった。TV シリーズの制作スケジュールの大変さは嫌というほど知っているから、私が口を出したら立ち行かぬことが目に見えていたし。ただし、コスチュームデザインに関しては、現場から気に入ったものが上がってこなかったので、こっちから細野藤彦君にやらせてくれとお願いした。採用されたけれど、TV シリーズは襟が開いてるんだよね。元のデザインは襟が閉じている。監督がどうしてもって言うので折れたんだけど、劇場版では襟閉じのバージョンにしてもらった。それくらいは口を出しているけれど、制作自体には参加していない。フラッシュが作られる経緯について、皆さんわからないとおっしゃってるのですが。高千穂。ダーティピアっていうのは個別なタイトルじゃなくて、コンセプトじゃないかという気づきを確認するため、フラッシュを始めたような部分もある。サンライズから、また、ダーティビアのアニメを作りたいという話が来たので、ちょうどいいからアニメでもこの、ダーティビアコンセプトをやってもらおうと。集約、ただ、今までと違って、現場にがっつりと参加した。ユリと K の声優を決めるときも、ほとんど私が決めた。最初は K も女の子っぽい感じで探していたんだけど、松本里香ちゃんの声を聞いて、このままがいいなと思い、シナリオを全部直して、K は少年っぽい言葉遣いに変えちゃった。ユリがなかなか決まらなくて、いろいろなアニメを見まくった。山のような寮を片っ端から見ていって、探した。事務所の用意したボイスサンプルだと、これってイメージなのがなかったんだよ。だから実際に出演しているアニメで探した。そして国二まり子さんの声に出会って、この人でお願いしますと千葉さんに。この二人がバッチリだった。原作者だからこそ語れる当時の裏話の続きは、ぜひコンプリートブルーレイボックス初回限定版でチェックしよう。さらに、WWWA 公式プレミアムファイルには、各シリーズ関係者のインタビューも多数収録。こちらもぜひお楽しみに。商品情報。ダーティペアコンプリートブルーレイボックス発売日2019年12月18日価格初回限定版5万円税別通常版4万6000円税別発売販売元バップ初回限定版特典読手司木村貴弘描き下ろし三方瀬ボックス初回限定特別デザイン WWWA 公式プレミアムファイル100ページ当時の映像から一部変更がありますボックスあらかじめご了承くださいコピー高千穂スタジオにサンライズ